じゃあ、海外で売れ行き、完売タイムチェックしていきたいと思います。今週はスプリーム24年 SS シーズンのウィーク8ですね。レギュラーアイテムのみの発売週となっております。レギュラーアイテムが全部で17アイテム発売になると。海外ではもうすでに発売となりましたので、海外で人気だったアイテム、それから完売タイムが早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。また、動画の後半では着画もこの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。 はい。こちらは Supreme p の YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、えー、海外の売れ行きチェックしていきたいと思います。えー、まずは s プリームのヨーロッパの方からロンドンストアですね、えー。完売タイムから見ていきたいと思います。一番早かったのがマラドーナのサッカージャージ。13秒とか14秒とか早いですね。えー、ほぼほぼ20秒くらいで完売 一番最後、ミディアムが29秒なんで、30秒以内に完売になっていると。これかなり、あの、数も絞ってきてそうなアイテムですね。かなり早く完売になったと。そして、その次は、ジェムスタデットレザージャケット、ブラック、ブラウン。ブラック、ブラウンともに人気になっていて、だいたい早くて15秒早いですね、え。ー 完売、全サイズ完売になるのが、だいたい1分半ぐらいっていうことなんで、えー、サイズによってはかなり早いと。えー、それから、この、えー、ビアレッティの、えー、フレンチプレス、コーヒーメーカーですね。これも人気になってますね。86秒。そして、リジットバギーセ,セルベッチデニムショーツ。これも人気になっております。これは2分前後ぐらいで、完売になっていると。それから、スターズセーター。スターズセーターはダスティーブルー。ブルーが人気ですね、やっぱり。 大体、えー、いい160秒、えー。それから、えー、オルトリーブのバックパック、えー、ロールトップのバックパック、これグリーンホワイトが、えー、170秒。3分ぐらいで完売になってきているというような感じでした。えー、完売状況チェックしていきたいと思います。まずはレザージャケット。これは両方ともソールドアウトですね、えー。完売多分結構早かったと。 昭和コートは残ってると。オックスフォードシャツは残ってる。それから、えー、イモータルフーディーこれも残ってると。スモールボックスフーデッドスウェットシャツ。これも全カラー残っております。<laughs> えー、それから、スターズセーター。アスターズセーターはもう残ってますね。サイズ関係あると思いますけれども、残ってると。えー、それから、マラドーナのサッカージャージ。これは人気になっていると。えー、そして、えー、この、えー、T シャツですね。これ名前なんて言うんだっけな。えー、T シャツ。これは、 全部残ってると。それからカーゴパンツも残ってる。えー、リジットのデニムショーツ。これは完売になっております。そしてニューエラ全部残ってる。それから、えー、S ロゴキャップも残ってる。そして、えー、ルボックスハット。あ、これピルボックスハットの、えー、この、えー、タンカラー風のやつが、えー、ソルトアートですね。えー、そしてロールトップバッグ。 オールトリーブのバッグは、ロールトップのバッグが全部ソールドアウトになっていると。それから、ダッフルバッグはホワイト。ボックスローが大きく入ってる。ダッフルバッグホワイト。えー、完売。そして、メッセンジャーは残ってると。バックパックは人気になってますね。えー、そして、フレンチプレス完売と。えー、完売アイテムは、フレンチプレス、それから、ダッフルバッグ、ロールトップ、全カラー。そして、ピル、ハット。あとは、リジットデニムショーツ、マラドーナ。それから、ジェームスターで。 ジャケットとといいうようよなな感じになっていたとそして、US ストアも見ていきたいと思います。まず、販売タイムから。やっぱり、マラドーナ早いですね。16秒。そして、ジェムスタデッドレザージャケット。これもやっぱ早いです。ブラウン、ブラックともに人気で、ブラウンが19秒、ブラックが35秒とかってなっております。US では、スターズセーター、ダスティーブルーの他にブラックもグリーンも入ってますね。60秒前後。えそれから、 えー、ニューエラが入ってますね、ロえー、ウッドランドカーモ、114秒という、2分前後ぐらいで。えー、それから S ロゴのシックスパネル、ウォッシュドデニム、120秒前、120秒ぐらい、えー。とかっていう感じになっていると、えー。ニューエラ結構ぼちぼち入ってますね。サイズ8 8の、8のサイズですけど。それからデニムショーツも275秒とかってなっていると。えー、完売状況チェックしていきたいと思います。まず、 えー、スタジェットのレザージャケット。これは、両側だともやっぱりソールドアウトになってると。これ数少なそうですね、やっぱりね。えー、それから、調和コートは残ってると。えー、そして、オックスフォードシャツは、ギンガムチェックが、えー、人気になっております、完売。そして、インモータルフーディー。これは残ってると。スモールボックスフーディーは残ってる。えー、それから、スターズセーター。スターズセーター残ってますね。ソールドアウト出てましたけれども、えー、タイム出てましたけど、残ってると。 えー、そっか、マラドーナ。これはやっぱり売り切れになっていると。これはウォームアップ SS トップだったか。な。えー、ウォームアップ SS トップは全部残ってると。そして、カーゴパンツ残ってる。えー、デニムショーツ。やっぱこれ人気になってますね。それから、えー、ニューエラはウッドランド。ソールドアウト。そして、S ロゴはデニムと、あとホワイト、それからレッド。この3色が人気になっていると。ホワイトカレー。 S の, S のマーク、やっぱり黒でしたね。まあ、これ日本ではきっと人気になるでしょうね。ホワイトと、あとデニムも人気になりそうですね、日本でも。ソルダートになっていると。ピルールボックスハット、これ残っていると。オルトリーブは、ロールトップバッグがホワイトとグリーン完売。そして、ダフルバッグのホワイト。そして、フレンチプレスは完売になっていると。 えバックは赤いボックスのホワイトが結構人気っぽいですね。えメッセンジャーバックは残っております。えこのロゴが大きく入っているのが特徴ですね。バックとダッフルバックは人気になっていると。えそれから S ロゴ。EU、US ともに人気だったのが、レザージャケット完売。それからマラドーナ。そしてデニムショーツ。この辺かなあとフレンチプレスか。あと、 オーールルルドリウのロトッッップババとダフルバックこの辺ですね。EU、US ともに完売。これは日本でも人気になる可能性が高い。えー、ということで、海外の売れ行き、完売状況をチェックしてまいりました。そして、後半は着画を見ていきたいと思います。えー、まずは、レザージャケットですね。これは US、EU ともに人気になりましたね。全部ソールドアウトになっていると。 ブラウン、ブラックともに人気になっていたと。え、完売タイム的にはほとんど差がないような感じでしたね。ブラック、ブラウン、まあ、20秒とか30秒とかで完売になっていると。結構厳しいタイムで出てますね。なので、ブラックもブラウンも非常に人気になっていると。ブラウンは、ストーンが、このスタッツが、このイエロー系というかオレンジっぽいから、ーで入っていると。非常にかっこいいですね。で、ブラックは、 5のブラックのカラーストーンになっていると。オニキスみたいなブラックですね。A、こちらはこちらで、印象全く違ってかっこいいですね、A。ブラウンとブラック。2色でますけども。どっちのカラーも人気になっているということで、どっちが買いやすいってことでもなさそうな雰囲気ですね。この感じだと。A、ブラック、そしてブラウン。非常に豪華な感じしますね。かっこいいですね。 ということで、レザージャケット、ブラック、モーブラウン、も人気になっていると、非常にいいアイテムですね。まあ、数もかなり少なそうですね。日本の定価は20万9000円しますけれども、それでも多分割と即完売になってくるんだろうなという感じです。そして、チョアコート。チョアコートはナイロン素材のチョアコートということで、珍しいですね。ナイロンで。あと、カーゴパンツも出ると。カーゴパンツとチョアコートのセットアップになっていると。 ま、注目はこのネイビーカラーなんじゃないかなという感じがしますね。ステッチ白で入ってると。ブラックはもう完全ブラック。えー、それから、スモールボックスクルーネック発売になりますけれども、えっ、ー、と、まあ、基本的には定番アイテムなので、在庫結構多めなことが多いですね。即完売にはなってこないかもしれませんね。結構日本では人気高いんですけれども、そんなにすぐすぐ速完みたいな。 感じてはならないことがいつもだったら多いと。で、今回新色が出ますね。バイオレットと、えー、それから、ライト、えー、ライトオリーブ、それからペールイエロー。このあたりのカラーがシーズンカラーになってると。えー、それぞは定番カラーで、レッドとヘザーグレーとブラック出てますけれども。まあ、注目はやっぱりこの、えー、バイオレットと、あと、オリーブ。えー、この2色ですかね。 あと一番使いやすくて人気なのがヘザーグレー。これはもう本当にあの定番のアイテムで人気ですね。これ、バイオレットという今シーズンから発売になっているカラーですけれども、今シーズン結構いろんな、イモータルフーディーでも発売になりますし、え、このスモールボックスグレーネックでも出てくると、バイオレット。注目ですね。春らしいカラーでいい色ですよね。それから、イモータルフーデッドスウェットシャツ。非常にシンプルなデザインですけれども、 バッククに結構インパクトありますね着画で見てもシュプリームのフ風に着てるって感じがしますね。後ろにこう、シュプリームと大きく入ってますんで、えー。カラーはこのさっきのバイオレットとかライトオリーブとかも出ると。ほとんどカラー展開一緒ですね。えー、ペールイエローは出ないのか。ペールイエローは出ない。5色。えー、クルネコは6色。このイエローからも出ると。 それからマラドーナ、サッカージャージ。これ人気になりましたね。まあ数結構少ない可能性が高いという感じですね。日本でも、えー、人気高まってきておりますけれども、ランキングの上位に来、えー、つつあるというような今アイテムになってますけれども、えー、まあでも、だけどまあ、あの、 数が少なくて早く完売になるっていう可能性の方が高いですね。まあ割と好き嫌い分かれるような非常にあの大胆で派手なデザインになっているので、えー、まあ速感にはなってくると思いますけれども、えー、結構好き嫌い分かれるような感じのアイテムなんじゃないかなというふうに思います。まあ、数かなり少なそうですね。えー、それからウォームアップトップや、あこの S ロゴのキャップ、えー、ホワイトはブラックの S ロゴでしたね。ブラックの S ロゴで出るのは 多分初めてなんじゃないかなって感じがしますけども。ツイルのキャップ、毎シーズン出ますけども、いつも白。で、ニューエラが出た時に赤いロゴの時があったような気がするんですけど。まあ、それぐらいで。他の、えー、ブラックとかで出るのは初めてなんじゃないかなと思います。人気になりそうですね。またちょっと後ほど見たいと思いますけども。スターズセーター。スターズセーターはブルーがやっぱり人気でしたね。えー、春らしい、爽やかなカラー。それからグリーンと、えー、それからブラックが出ると。 そして今週はボックスロゴニューエラ出ます。ボックスロゴニューエラ、バックがメッシュバックになってるということで、メッシュバックのボックスロゴニューエラは、ここ、何年か出ていますけど、毎回結構人気になりますね。えー、夏のシーズンに使いやすいんでしょうね。えー、カラーは6色出ますけども、一番人気はやっぱりこのウッドランドになるかなと。えー、6色もっと出るのか。7色か。 タンカラーとか、あとホワイトは赤ボックス。そしてパープルも注目になってくるかなという感じです。それからグレー。グレーは結構珍しいカラーですね。そしてニュー,ニューエラーはこのレッドが最近人気になりやすいということで、どのカラーも結構に注目カラーになってくるかなという感じですけど、多分ウッドランドが一番早く完売になりそうな雰囲気。 えー、そして、ピールボックスハットなんていうのも発売になります。それから、S ロゴは、このブラック。ここ、コーディロイなんですね。えー、トップ厚ツイールだけど、ツバは、コーディロイなんだ。えー、素材も違うんですね、えー。で、このホワイトは S ロゴ。S のマークがブラックで、刺繍で入ってると。あと、デニムも注目カラーですね。デニムとこのホワイトが注目カラーという感じです。えー、最後、バック。 バックは、このダッフルバックが大きくスプリムのロゴ入っているのと、このバックパックはすごいでかいですね。海外でも結構人気になっております。大きいな。<laughs> いや頭の、頭を超えてますね。これすごいな。相当な容量。113ってなってましたから、相当な容量ですね。こっちのダッフルバックの方が、まあ、サイズ感的には、 えー、ちょうどいいのかなって感じしますけれども、相当な量が入るバッグですね、ほら。えー、殻は、えー、今見たグリーンとかホワイトの方が、このブラックよりも人気になっておりました。えー、グリーン、ホ,ホワイト。この2色が注目。あ。 今、メッセンジャーバックも映ってましたね。あ、メッセンジャーはこんな感じ。ロゴがメッセンジャーバックはちょっとちっちゃめなんですね。だからまあ、メッセンジャーよりもこっちのロールトップとかダッフルバックの方が人気になっていると、海外では人気になっていたと。日本ではメッセンジャーバックは非常に注目度が高くなってますけれども。ロゴもうちょっと大きくてもよかったかなって感じしますね。メッセンジャーだけなんかちっちゃいですよね。えー、ということで、バック類非常に注目されております。 えー、そしてフレンチプレス、えー。これはコーヒーメーカーですけれども、えー、キッチンあたりのインテリアとして置いといても可愛いですよね。全く使わなかったとしても非常に可愛いアイテム。価格も12000円とかなので、まぁ、あ、一出しやすい価格帯になっていると、これも速乾になってきそうですね。フレンチプレス。えー、ということで、えー、今週は レギュラーアイテムのみの発売中となっております。注目アイテムは、えー、いろいろありますけれども、キャップ類が結構今週人気になってますね。ボックスロゴニューエーだと、あと S ロゴの、えー、ツートン S ロゴ。えー、この二アイテム、えー。それからスターズセーター、そしてマラドーナ、s、えー、サッカージャージ、えー。この辺も注目ですし、スモールボックスクルネックも、えー、日本では非常に人気にあるアイテム。そして、ジェムスタデッド、レザージャケット。これが、 えー、かなり数少なくて人気になるんじゃないかなという感じがします。ということで、チャックが見てまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。